らかんたら、何だったっけな、龍角散みたいなやつ治りました。治りました。よかった。よかった。そう、なんかね。はやてさん、あの職員さんですけど、ちょっと結婚はできません。ありがとうございます。そう、治った。よかった。よかった。なんかやっぱ眼帯で配信するのちょっとやだなって思ったので、そう、ちょっと待ってた。よかったよかった。なんだったっけ。いっこさん、いいねギフトありがとうございます。ありがとう。いいね、チェキ会買ったよ。ありがとう。ありがとう。チェキも、チェキ会、オンラインチェキ会も久しぶりな気がする。受付中ですので、ぜひよろしければ思い出を作りましょう。松さん結婚できません。翔一さん、クマありがとうございます。クマありがとう。クマありがとうございます。パンダだけどありがとう。そう、それでね、病院行ったじゃないですか。病院行った日に確か配信したんですよ。眼科に行った日に。カズサさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。なんか私前髪変じゃない？なんか前髪変な気がする。前髪をちょっと切った方がいいのかな。やっぱり巻くのが似合わないのかな。そう、それで眼帯じゃない、眼科に行った日に確か配信したんですけど、けんちゃん可愛いギフトありがとうございます。花火師さん、星レインボースターありがとうございます。ありがとう。ちょっと待って、どこ、何を話、あ、そうそうそう、そう、あの眼科に行った日にね、配信をしたんですけど、その日、眼科に行った次の日かな、その日に、あ、眼科で目薬と塗り薬と飲み薬をね、いただいてたんですけど、目薬をもうもらった当日になくして、アッキーサラ大好きなさん、結婚はしません。なんか結婚ギフト多くない？皆さん、そんなに断られたいの？そう、目薬をね、ずっと探してるんですけどね、なくなっちゃった。捨てたかもしれんって思って、でも治ったので良かったです。飲み薬と塗り薬でね、治りました。ヤンカーさん、コーラさん、結婚はしません。結婚はしません。結婚はできません。あ、カズさんも結婚はできません。そうなんですよ。え、でもさ、本当にそのなくなって、目薬がなくなったその日、その眼科に行って配信終わって、その後本当にね、もうなんか泣きそうになりながらね、探してた、家の中を。どこ行ったんだろう、どこ行ったんだろう、なんでなくなったんだろう。悲しかったです。松さん、タコありがとう。翔一さん、クマありがとうございます。ありがとう。洗濯機の裏も探したの。洗濯機ちょっとこう頑張ってさ、なんかあんま動かないけど、動かせる範囲めちゃめちゃ動かしてやったんですけど、なくて、もういいよってな。でもなんかもう今どうだろう、見つかるのかな。また見つかったらお知らせします。見つかったらね、お知らせしようと思います。あれだ、今日ツイートしてない、
ツイートしとこう。ツイッター、ツイッター と、ツイートした。タンタタヌキさん、結婚はしません。髪の毛がさ、めちゃめちゃ伸びたよね。びっくり。ちょっと今、ちょっと微妙に内巻きにしてるからちょっと短くなってるけど、何にもしてなかったらもっと長いの。でもそうだよね、月日も経ちますよね。あ、そう、お話、あ、そうそう、テロップを書こうと思ってたんだった、忘れてたよ。待って、コメントが止まってた。ホタテサマーさん、結婚はできません結婚はできません違う、まだ終わらない、まだ終わらない。そう、今日から、今日の18時からお話し会話し会の B 期間受付開始中ですので、ぜひよろしくお願いします。感謝枠を開けたいです。お願いします。翔一さん、クマありがとう、ありがとう、ありがとうございます。パンダだけど。コーラさん、4つ投げても結婚はできません。そうだね、今桃枠が3個出させてもらえてるので、桃枠をね、開けたいな。よろしくお願いします。話しましょう。楽しみ楽しみ楽しみ。前髪切ろう。ちょっと前髪を切ろうと思います。髪の毛は今伸ばすか切るかちょっと迷い中です。そうなんですよ、監視枠がね、解放できないと写真が撮れない、ツーショット撮れない。それは辛い。コーラさん、結婚できません。ヘイチさんも結婚、あ、ごめんなさいごめんね、あ、可愛いギフトだったんだ、ごめんね、結婚ギフトかと思ったごめんなさい、ありがとうございます。そう、サイン会もね、
今回から一緒になってる。え、でもさ、ツーショット会ってさ、追加分のお話し会の前回の時ツーショットはなかったからさ、久しぶりな気がする。久しぶりだね。どんな感じで撮ってたっけ、どんな感じでやってたっけ、ツーショット会。あ、ポーズどうする？え、ポーズどうする？え、なん、どんなポーズしてたっけ。あ、じゃあ、あれポーズが思いつかない、ポーズが思いつかないよ、どうしよう。じゃあ、かわいく、はい、3、2、1やってた、やりましょう。ポーズ指定があったらぜひ、指定があったらぜひ何でも待ってます。指定がない場合はなんか決めます、気分で私が言います。そうだね、その日限定というかさ、その時なんか何かしらテーマがある日とかだったら服に割と多い、そのポーズになる。ビルマさん、クマありがとうございます。ありがとう。パンダですがクマです。パンダはクマです。パンダってクマなの。ありがとうございます。クマありがとう。え、ちょっと待って、お話し会、あ、そう、今ツイッター、私の個人ツイッターでお話し会のスケジュール固定にしてるので、ぜひチェックしてみてください。あ、2月5日まずあれですね、バレンタイン、アマメピンク、バレンタインか。なんかさ、あれだよね、持ってなんて言うんだろう、小物みたいな持ってたら可愛いかな、バレンタイン。次はニャンニャンニャンの日で、かっこ仮なので、もしニャンニャンニャンだったらあれですね、猫ポーズかな。こんばんは、こんばんは、 ST48 2期生のさやかりんこと原田さやかです、お願いします。袴のポーズってなんかあるかな。袴のポーズちょっと難しそう、卒業シーズン。という感じですね。開きたいな。凛々しいポーズ、どんな感じだろう。またこの期間もよろしくお願いします。あれ、ちょっと待って、私ってさ、待って、おかしいな。あ、ああ、よかったよかった。そう、君を待ってた、君を待ってたよ。あ、よかった。よかった。あ、そっか、テロップ書いてるからずっと出ないんだ。あ、ちょっと安心。あ、出た。ちょっと、あ、よかったよかった。あ、もう君を待ってたんだよ。そう、え、ちょっとテロップが。え、そう、聞いてほしい。聞いてほしい。毎日アイドルさ、毎日更新チケットがあるんですけどね、それがね、もうね、ないんですよ。もうないんですよね。昨日気づいてさ、あれ、え、ないじゃん。チケット使い切っちゃった。なんか気分的には
まだいっぱいあるつもりだったんですけど、気づいたらもう0枚、どうしようでね、ちょっといろいろ調べたんですよ次この更新チケットがもらえるのはいつなんだろうって思って、そしたらあの40日間かなだったっけ、また次連続したら1枚もらえるらしくてそうなの。だからちょっとさ、どうする16、今日が16でしょ、17、18、19、22 うん、あ、今月いっぱい続いたら30日なんだね。なるほどね、ちょっとそういやでもあれですよ、逆に考えたらさ、あれじゃん、もうもうそのさ、自分をね窮地に追い込むことによってさ追い込むことによって、よってみたいなとこあるじゃん、はあ、ちょっとどうなるかわからないですけど、よかったよかった、ずっと出てこないからさ、あれもしかしてもう切れちゃってたって思って、ちょっと内心焦りながらちょっと15分も待ってたんですけど。翔一さん、クマありがとうございます、クマありがとう、ありがとう、ありがクマ。もやし生活さん、ファイトギフトありがとうございます、ファイトファイトそうそうそう、あえて追い込むことによってさ、なんかこの真なる力をね発揮できるタイプかもしれないじゃないですか。いやそっかそっか、でもさ、チケットってさ、なんかいっぱいあったよね、なんでなぜだっていう感じなんですけど、ちょっと何日まで続くか。あ、でもさでも今のところさ、あれじゃん、過去最大に続いてるわけじゃないですかまあちょっといろいろね、いろいろなあの意見があるとは思うんですけど、過去最大に続いてるわけじゃないですかね、毎日アイドルがちょっとだいぶ疑惑ですけどね随分疑惑だけどいやまあ続いてると、まあ仮定しましてね、ちょっとなので記録を伸ばしていきたいですねあ、ポジティブなのでちょっと次もし私が配信ない日があったら、あれです、毎日アイドルが途切れますので。あ、IKKOさん、くす玉ありがとうえ、何のくす玉、 IKKOさん、くす玉ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、パンパカパーンあ、ねぎらいのくす玉そう、ちょっとじゃあ明日、そうだね、配信しよう、チケット代の不足が心配されますってどういうこと。あ、毎日アイドル更新チケットって買えるのそんな制度だったの。ファイトギフトありがとう、ありがとう、いや買えないです、買えないです、買えないですよ。
でも後戻りができない状態になったので、ちょっと行けるとこまで頑張ります記録を伸ばそう。いくらまでならお金出しますか？1枚あ、なんかさ、あれじゃん、だいたいさ、そういうさ、買うときってさ、あれじゃん、一番初めに買うときはさ、10枚セットでお得みたいなパックあるじゃないですかだからそうだな、チケット10枚セットの、え、どれぐらいだろう、10枚セットで一番初めは、初回だけ初回だけ、ええ、どれぐらいだと思う初回割引でどれぐらいだと思う？そういうのだけ買っちゃうかも、もしあったらねあ、ありそう、980キロ、3000キロ、あ、でもありそうじゃない、初回だけ10枚セットがなんと980キロですありそうで、次からはもっとめっちゃ高い、普通にとかありそうすごいリアルに考えちゃった。いやでもね、ないのでね、そんな制度はないので、はい何の話してるんだろう、ちょっとやめよう、やめます、話を変えます。翔一さん、クマありがとうございます、ありがとうございますありがとうございます。そう、でもさ、あのイベント中さ、朝配信普通にしてたじゃないですか。だからさ、イベント終わったけどまたしたいなってそう考えてはいるんです、考えてはいるんです、できるかな。なんでまた朝配信とかもやりたいな。うん、そうだね、お仕事で朝が早い日とかにちょっとしようかと思います。結局さ、コーヒー豆を豆からする大人になりたいって言って配信で初めてやったじゃないですか。キクちゃん、クマありがとうございます、ありがとう、ありがとう、クマありがとうございます、ありがとう。あれから1回しかまだやってないので1回しかやってないので、もうね、台所、キッチンのところにコーヒー豆を入れて置いてるんですけど、もうそれがインテリアと化してきてるので、ちょっとコーヒー豆も飲もう、引いて飲もうと思います。陳来さん、タコありがとう、タコありがとうございます、タコ。リュウタさん、結婚はできません。シャンメリーはね、うちの冷蔵庫にまだあります、まだ残ってる。
キャンベリーまだ残ってる。え、もう賞味期限、賞味期限とかあるのかな、やばいかな、まだある、あるよえ、まだあるよ。あ、もう飲めない、もう飲めないの。え、じゃあもうあれだね、じゃあちょっともうさよならしよう、さよならしようと思います。いつのだろう。え、一回開けて、もう開けてる、だいぶ前に開けた。シャンメリーいつだ、クリスマス、クリスマス配信、え、どの日だ、12月20日、20日だ。あ、じゃあもうちょっとさよならします。あれだね、やっぱちょっと一人で飲むには量が多すぎましたね。約1ヶ月、そうだ、まだある。ああ、本当だ、約1ヶ月だ。何本って1本だけだよ、普通に1本もらいました。へえ。ツナさん、かわいいギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとう。炭酸ソーダであんまり飲まない。炭酸、炭酸か、あれはあんまり飲まないけど、リアルゴールドはめっちゃ好きです。ゆうさん、タコありがとうございます。つなめやさん、かわいいギフトありがとうございます。とうとういもありがとう。リアルゴールド好き。でもさ、なんか、なんかリアルゴールドってさ、ちょっと待って、そう、リアルゴールドって、リアルゴールドだけじゃないの？なんかあれでしょ？ブラックライト当てたら光るみたいな。それ最近知ってびっくりした。光るの？って。すごいね。光るらしい。ちょっとそう考えたらちょっと怖くない？体の中に入っても光るのかな？え、そう、そうらしい。ちょっと調べてみて。光るの。そう、目の腫れ収まりました。よかった、ありがとう。つなまよさん、くま、ありがとうございます。ありがくま、ありがとう、ありがくま、ありがとうございます。そう、びっくりした。だからさ、え、体の中、え、体の中に入ったらさすがに光らないよね。喉とかにあるときってさ、胃とかにあるときってさ、光るのかな。ブラック、え、その液体自体でも光らないから、光らないよね。気になる。ベルマさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。だからさ、公園の時ってブラックライトは当たってないか。ブラックライトではないですよね、あの照明は。
でもなんか何かしらでさブラックライトが出ててさ私が公演中に光ってたらあ、リアルゴールド飲んだんだなって思ってください。そう、なんかで読んでびっくりした。最近びっくりしました。でもちょっとさ、ちょっとびっくりだよね、怖いね。でも美味しいからヤルゴールド好きです。あと何飲むかな。炭酸キレートレモンめっちゃ好き。え、リアルゴールドワークス、リアルゴールド、あ、え、あ、すごい、こんなのあるんだ、すごい強そう。じゃあちょっと今度公演前にリアルゴールドワークスを飲んで公演出ようかな。光るかな。お疲れさん、お餅ありがとうございます。ありがとう、お餅お餅お餅じゃん、ありがとうございます。え、ペットボトルのリアルゴールドは光らないけど缶のリアルゴールド光るの。あ、でも公演の時とかはその自販機があって缶のリアルゴールドなので缶のやつ飲んでるから、え、光るかな。お餅、そう、どうしても光りたい人。いいじゃん、光ってたらさ、の見てもらえます見てもらえるね。私推しじゃない人もさ絶対、え、なんか光ってない。もやし生活さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。そう、ある意味違う意味で目立ちます。あれだね、次公演がある日は29日ですね。1月29日です。日曜日、来週の日曜日、葵さんの生誕祭ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。花だれ公演楽しみましょう。2公演ありますね。そう、私が光ってるかというのも楽しみに。トリケラさん、ファイトギフトありがとうございます。ファイト、ありがとう、ありがとう。
昼に申し込んでたって。ありがとうございます、ナイスタイミングだ。ってブラックライト振りますねって確かに皆さんがさブラックライト振ったらさ私が光るかもしれん。え、ブラックライトって何ですか？普通の普段の照明はブラックライト、あーこういうやつか。どこで使われてるんだろう。うん、え、でもなんかこういう光さ、こういう光なんかこの色の光、戦場劇場の時とかなかった？新タンタンさん、可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。ミラーボールとか、あ、あそういう、あそう、なるほどね。へえ。なるほどね。じゃあ、あんまり日常生活にはないんだ。コーラさん、タワーありがとうございます。タワーありがとう、ありがタワーです。お礼を書かせていただきます。ありがとう、コーラさん。あ、そうだ、ショールームイベントのランキングを問い合わせてたんですけど、昨日いただけたので、昨日いただけたのでまた書かせていただいてお礼配信しようと思います。近いうちに配信するので、そう、制作中。よろしくお願いします、よろしくお願いします。そう、ナイーブのイベントのお礼配信させていただきます。ありがとう。本当に近いうちにね、配信させていただきます。まあ確かに近いうち便利な言葉。うん。さやか飯店もね、近いうちに。いや、します、します。します、しようと思ってます、本当に。本当に思ってるんですよ、私。本当に思ってるんですよ。あの、お礼配信は、ちょっと待って。お礼配信は、今週中。お礼配信今週中にしたいです。したいです。はい。で、さやか飯店は、今月中今月中にしたいです。はいはい、
あの全処します今月中にできるように全処しますし、はい、そうです、はい、そう、いやフラグじゃないです、やっぱりあれじゃん、自分をねこうこう言った方がねちゃんとするので楽しみに待っててくださ、待っててもらえると嬉しいです、はい、でも礼拝神は本当に早めに今週中に完成し次第しますので、お待ちください。でもびっくりじゃない、今週もう1月もう17日だよ、やだーやだー、早い、お正月が戻ってきてほしい、そうだね、2月になったらねお話し会も始まりますし、思い出を作りましょう。なんかそう、ずっとさお正月背景だったからさ、ショールームのこの背景、お正月なんかあれでしょ、来週ぐらいからまたすごい寒くなるんでしょ、寒さには気をつけて気をつけて体調崩さないように頑張りましょう、私もちょっと体調を気をつけます、あと5分で終わっちゃうの、あと5分で終わっちゃうんだって、ありがとう、夜遅くなっちゃったけど話してくださってありがとうございます、ありがとうございます、コーラさん、お礼はじゃあ明日までに、明日配信するとき前に書かせていただきますので、書かせていただきました、ありがとうございました、そう明日はもう配信します明日は配信します、明日は、ね、しますので、はいもう私にはもう私にはちょっともう後戻りできないので配信しますので、はい、配信できるように全処します濁す人こんばんは、こんばんは、楽しみってありがとう、ありがとう、あ、壇上を読ませていただこうと、まだちょっと早いかな、まだちょっと早いな、あ、テロップ変えよう、何の話した、あ、テロップ変えますテロップを変えようと、はい、ということで
はい、いろんなことを善処しようと思いますので。私何回善処するって何って言ったっけ。めっちゃいろんなことに使った気がするけど、ちょっと信用度 3% 低くない？ちょっとせめて 30% ぐらい30% ぐらいでお願いします。あ、58分。じゃあ壇上読ませていただきます。壇上読みます。13位、ジョンタさん、ありがとうございます。12位、ツナマヨさん、ありがとうございます。11位、王子様を拾ったよさん、ありがとうございます。10位トリケロさん、ありがとうございます。9位タンタンタヌキさん、ありがとうございます。8位キクちゃん、ありがとうございます。7位イッコーさん、ありがとうございます。6位ビルマさん、ありがとうございます。5位もやし生活さん、ありがとうございます。4位カツサさん、ありがとうございます。3位お疲れさん、ありがとうございます。2位翔一さん、ありがとうございます。そして1位コーラさんです。ありがとうございます。パチ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 。そして明日大吉の方は恋してカープさんです。おめでとうございます。ありがとうございました。髪の毛が伸びた。どうしよう、また私の口癖が髪の毛伸びたになるかもしれん、し髪切りたいになるかもしれん。ありがとう、今日夜遅いけど話してくれてありがとうございました。ゆっくり休んで明日も一緒に乗り越えていきましょう。ということで休んでね、ゆっくり。おやすみなさい。じゃあまた明日。おやすみなさい。バイバーイ。良い夢を。バイバーイ。おやすみなさーい。パンダが逆だった。